じゃあな。ゆっくり寝とけよ。なんでここが？名探偵だからだよ。お、てめえ、いつの間に。順は返してもらうぜ。こんなこともあろうかとな。今日は特別ゲストを呼んでんだ。特別ゲストだ？不動さん、こいつが前に話してたカイトの野郎です。やっちまってください。なんだこいつ。元近江連合の三次団体武闘派組長不動さん。近江連合が解散して仕事探してたみたいでな、うちで用心棒として雇ったんだ。殺しの不動といえば関西じゃ誰もが震え上がるらしいぜ。カイト、運が悪かったな。いくらてめえが腕が立つと言っても不動さん相手じゃイチコロだぜ。カイトのおっさん、こいつかなり強そうだぜ。大丈夫か？問題ねえ。お前、東上界のヤクザやったらしいな。随分と昔の話だ。今はカムロ町のしがない探偵さ。そんわけや、お前のせがれか。いや、こいつは。ああ、息子のジュンだ。そうか。なんや知らんけど、こっちも仕事選んどったら飯食えんねえ。本気で行かせてもらうで。せがれの前で恥かかされても恨まんこっちゃな。遠慮はいらねえ。かかってこい。さすがカイトのおっさんだ。
おいおい、タフな野郎だな。さすが不動産だ。へっ、おっさんだってこっからが本番だってな。絶対負けねえからな。不動産？カイトを言うとな。あ、せがれもったな。わしにもこんくらいのせがれがおる。わしの言うことなんざ聞かんけどな、今日はそのガキに免じてここまでにしといたる。ああ、こうなったらなりふり構ってられねえ。カイト、悪いが死んでもらうぜ。俺たちはどうしてもそのガキが必要なんだよ。カイトのおっさん、バス戦で合流だ。何？あ、おい！お前らの狙いは俺だろ。おい、てめえ、ついてくるんじゃねえよ。え、何のことですかね。俺のことつけてきてるだろうが。ひひひ、殴るですって。
と？ちょっとは運動になったかもな。うわぁ！いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。いただきます。ごちそうさん。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。から喧嘩売れっつーの。ありがとうございました。
して。おい、おお、カイトのおっさん、作戦大成功だな。俺も役に立つだろ。バカ野郎、無茶しやがって。撃たれたらどうするつもりだったんだ。なんだよ、俺のおかげで助かったんだろ。少しは感謝しろよ。たまたまうまくいっただけだろうが。相手は元ヤクザだぞ。甘く見るんじゃねえよ。じゃあカイトのおっさんはどうするつもりだったんだよ。俺がああしなかったらよ。そりゃこれから考えるところだったんだ。んだよそれ。結局俺のおかげで助かったんじゃねえか。だいたいあいつらが身代金目当てなら俺を撃つはずがねえんだ。お前、家はどこだ？え？なんで？送っていくから、家でおとなしくしてろ。危険な連中に狙われてる上に無茶ばっかりしやがる。面倒見きれねえ。え？そりゃねえだろ。母ちゃんはどうなるんだよ。俺が一人で探す。母ちゃんが帰ってくりゃそれでいいだろ。いやいや、なんでそうなるんだよ。俺は意地でもあんたについていくからな。ったく、これだからガキは。確か親父さんの連絡先が、お、あったあった。おい、何やってんだ。帰るつもりはねえからな。お前な、何かあってからじゃ遅えんだ。親父さんが悲しむぞ。親父？あいつなら悲しんだりしねえよ。俺のことなんてどうでもいいんだ。あのクソ親父、仕事にしか興味ねえんだ。なんだ、反抗期ってやつか。ちげえ、そんなんじゃねえ。とにかくあいつは俺のことなんかどうとも思ってねえんだ。こないだなんて1週間くらい家出して帰ったのにさ、笑っちゃうぜ。俺が家出したことにさえ気づいてねえんだ。そりゃあなかなかだが、まあ忙しいからじゃねえか。 IT 企業の社長さんなんだし。違うんだよ、そうじゃねえんだ。あいつは多分本当に俺に興味がないんだ。子供の頃からずっとあいつの目とか態度とか見てるとわかる。あいつ母ちゃんがいたからずっと我慢してたけど、多分今は俺のことただの厄介者だと思ってる。いなくなってせいせいしてるんじゃねえかな。実の息子にそんなこと思うわけ。そうだよ、俺があいつの本当の子供じゃないからだ。母ちゃんの日記を見てやっと分かったんだ、なんで親父が俺のこと嫌いなのかが。いや、だがな。だから俺は自分で確かめたいんだ、俺の親父が誰なのかを。俺が親父に嫌われてる本当の理由を。でもそれだけじゃないんだ。母ちゃんの日記に何度も出てくるカイトのおっさんに一度会ってみたかったからなんだ。何？母ちゃん日記であんたのことヒーローみたいに書いててさ、母ちゃんがピンチになったりするといつもあんたが現れて悪い奴らをあっという間にやっつけちまうんだ。俺その日記がすげえ面白くて夢中になって読んじまった。まあ母ちゃんには内緒でだけど。ミキコがそんなことを。うん、だからさ、俺思ったんだ、この人が親父ならいいなって。きっとそうなんだって。ジュン、なんだ、
もしかしてお前がヤクザになりたいのって。うん、母ちゃんの日記に書かれてるあんたのことを読んだから。マジかよ。事情は分かった。だがヤクザはやめとけ。ヤクザにしかなれないやつもいるがな、お前はまだ将来選べるだろう。それはヤクザの先輩としてのお説教か、それとも親父としての。どっちだとしても何度聞かれたって俺はお前に同じことを言うさ。とにかく俺は強い男になりたいんだ。大事な人を守れるような強い男に。だったら重要なのはな、ジュン、ここだぜ。なんだそれ。ま、いずれ分かる時が来るさ。お前がそうなりたいって思い続けることができればな。じゃあそれが分かるまであんたについていく。いいよな。分かったよ。だがくれぐれもさっきみてえな危ねえ真似だけはするんじゃねえぞ。ああ、でこれからどうするんだ。そうだな、一旦事務所に戻るか。掃除のおばちゃんから連絡があるかもしれねえし。ああ、そういえばそうだったな。見てから喧嘩売れっつ。
結構やるな。ちょっとは運動になったかもな。ありがとうございました。これか。どうしたんだ。やばい、鍵を落としたかも。んだよ、どこに。とりあえず探しに行くか。なあ、交番に行く。落とし物で届いてるかも。鍵落としたってのは嘘だ。え？タバコの匂いがしたんだよ。だが俺が吸ってる銘柄とは違う。はあ？タバコなんて全部同じ味じゃん、匂いだ。てめえ、タバコ吸ってんのか。いや、その今その話しなくていいじゃん。で、あんたの吸ってる銘柄と違うと何なんだよ。ああ、多分誰かが孵化してた。つまり中に誰かいる可能性がある。鍵閉めといたにもかかわらずな。まさかあの悪徳探偵の連中か。とりあえずドローン使って偵察してみるか。
く。今日は帰りが遅くなりそうだから、ご飯の用意はしなくていいからね。怪盗の野郎、遅いっすね。さっき扉の前で鍵落としたとか言ってましたけど。まあすぐ戻ってくるだろう。落とした鍵見つかんねえかもしれないな。おい、一応鍵開けといてやれ。へい。危なかったな。どうする？細殿が入ってたらやることは一つ。あ、もしもし、警察でしょうか？ちょっとうちに強盗が入ってるようで、しかも拳銃で武装してて。警察だ！お前ら何してる？おい、それ拳銃か？やべえ！お前ら、後で窓の修理代請求するからな。これで連中もしばらくはおとなしくなるだろう。純、手がかりだ。掃除のおばちゃんが教えてくれたぞ。何か分かったのか？ああ、1年半前にミキコを探していた男は医者だと名乗ってたそうだ。電話番号も教えてくれた。固定電話みたいだし、電話番号をネットで検索すれば。おう、ホームページが引っかかった。千葉の随分田舎の診療所みたいだ。ここに行けば母ちゃんの行方が？かもな。ああ、早速行ってみようぜ。ああ、例の貞本美希子のことを探ってたガキと探偵、どうする？おい、バレへんようにな。了解。